サントゥラディは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ジロンド圏のコミューン。旧名を、サントゥラディ・ダンバレスと言った。コミューンは、ガロンヌ川とドルドーニュ川に挟まれたアントル・ドゥーメール地区の北に位置し、ボルドー都市地域とボルドー都市単位に含まれている。フランス国鉄のシャルトル・ボルドー線が通る。 コミューンの名は、聖、ウラリーに捧げられた教区の中から来ている。聖、ウラリーは304年に殉教したメリダの乙女である。かつてモンフェラン家とアリエノールダキテーヌの保護下にあったサントゥラリーは19世紀末までサントゥラリーダンバレスと呼ばれていた。モンフェラン家が推進して1141年にシケールによって建てられたボンリュー修道院は農地の開発を始めた。 修道院はワイン生産で名声を得て未来のコミューンに今日まで続いているワイン生産の基盤を与えることになった。しかし1960年代以降サントゥラリーは土地分譲による都市化の最初の波を経験しそれらは2000年代以降激しさを増し住宅地や道路に利用されるためブドウ畑や牧草地は消滅していった。2009年以来コミューンは 都市再生局と協力して都市高密化計画に取り組んでいる。2013年には社会福祉住宅を含む多くの住宅が引き渡され、黒、ド、コス、サバレットなどヨーロッパを彷彿とさせる名前の新しい地区が誕生した。2016年時点のコミューン人口は4547人で2011年時点の人口より1.62%減少した。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。